はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は音作りの中でもアナログ感をどうやって出していくか、そんな話をしていきたいと思います。僕も最近はオゾン11が出て、そしてそれを早くレポートしようと思って触っているんですけれども、なんとなく自分の中でしっくりこないものがあります。しばらく僕はそういう部分も自分で感じていたので、アイドトープ商品からは少し離れていた部分もありまして、まあ今回いろいろ新しいソフトがアイドトープから出たのでやろうとしているんですけれども、全体的に他の YouTube 解説者さんなんかのデモンストレーションを見たりしていると、なんとなくキラッと透明感が出てっていうところ、透明感というのは僕はいいと思うんですけれども、やはりオゾン10よりも11というのと比較されている方もたくさんいてるんですけれども、いいように言えばそうやってキラッとした感じがするんですが、マスタリングに重みがないというか、もう少しあったかみが欲しいな、僕はそんな感じがしています。もちろんできないわけではないんですけれども、アシスタントを使ってパーンとやってしまえばですね、なぜかそういうところが強調されて、そして音圧もそこそこ上がるもんですから、良くなったような感覚になる。僕はそこがちょっと自分の中で納得いかないところがありまして、今日はこんな動画を撮っています。今日は大きくは2つのソフトをご紹介しようと思ってるんです。それはノマドファクトリーさんのコスモスというプラグインです。これは低域に温かみを出したり、全体的にはツヤを出すというような感じで、ボリューム操作もしくはイコライザー操作といったらいいんでしょうか。そういうので鳴っているんではなくって、倍音をうまく活用したツヤを出すというようなことができるソフトウェアなんです。もう一つはそれもアナログっぽいサーチュレーションですね。それをかけるソフトとしまして、プラメントでも読むんでしょうか。マルチチャンネルのサーチュレーションです。5つの帯域に分けて、それぞれの帯域に合ったサーチュレーションをかけて、そのかける度合いなども変えれるというような画期的なソフトです。ファブフィルターさんからもこれに近いソフトが出たんですが、操作性もこちらのソフトは後発ですので、いろんなヒントをこのソフトに埋め込んだという感じで、使い勝手が良くなっているという印象を受けます。ただし僕はファブフィルターのソフトは使っていないですので、一概にどっちがいいとかいう話ではなくって、マルチでサーチュレーションをかけるとサウンドデザインが作りやすいという特徴を使って、このソフトをご紹介したいと思っています。まず今の音を聞いていただくんですけれども、途中でなんだか今日もっていうような歌詞があるんですけれども、そこですね、ちょっと気張りすぎたような歌い方になっているんです。そこに注目をして聞いてみてください。はい、なんだかのなんですね。ここの部分がちょっと頭一つ出すぎたという感じでですね、もちろんダイナミクス、いわゆる抑揚は必要なんですけれども、気張ってるという感じがするので、コンプで抑えたいと思います。別にどんなコンプでもいいと思うんですけれども、今日はドーテックさんの D コンプレッサー、これを入れたいと思います。低域ハイパスフィルターをかけておきます。そしてスレッショルドですね、これは今20ぐらいにしています。ですからゲインディダクションはマイナス6、7、それぐらいになるようにして、レシオは 7.7 ということにしています。アタックは抑えるということも考えて早めにしています。リリースは
ここで指定してオートリリースでかけています。じゃあちょっと聞いていただきましょう。飛び出てるところがマシになるはずです。良くなりましたね。もう一回。はい、バイパス。はい、ちょっと気張ってますね。この違いちゃんと分かりますでしょうか。分かってもらえない人にはこっから先を聞いていただいてもあまり分からんな、村長なんか難しいこと言ってるなっていう感じになるかも分かりません。コンプで出過ぎたところを叩きました。まあその後ですね、少しダブラーをかけます。ちょっと聞いてください。もう一回入れます。はい、これでまあボーカルを整えたという話なんです。いろんなプラグインをご紹介説明するにあたってもですね、土台というのがしっかりできていなかったらプラグインの良さをうまく伝えられません。皆さんもコンプレッサーとかイコライダーとかその一つに頼るんではなくって、それに入ってくるまでがちゃんと整った音で入ってきてるか、これとっても重要ですのでですね、大事に考えてください。今日はコスモスのいいところを見ていただくためにベースでやりたいと思います。コスモスというソフトは低域の倍音をコントロールしたり低域中域に効力の出てくるようなソフトウェアです。とってもいいソフトなんですけれども、日本で解説している方は1人か2人しかいません。アイドトープのニュートロンやオゾンを紹介する以上にですね、取り上げられていいようなソフトウェアだと思うんですけれども、ちょっとここでベースの音を聞いてください。ベースだけをソロにしたいと思います。まずはバイパスそのままの音を聞いてください。何のエフェクトもかかっていません。はい、ここにリンデルのコンプレッサーをまず入れます。はい、ちょっと硬い音になりましたね。バイパス。はい、芯が出たというかそういうようなイメージになりました。はい、アタックもうちょっと緩めます。はい、これでコンプレッサーをかけました。はい、アウトプットのゲインもそんなに狂っていません。インアウトが同じぐらいで出ています。この状態に今日の主役のコスモスをかけたいと思います。はい、入れます。はい、低音が思いっきり変わったこと気がつきますか。今 83Hz、 ここにターゲットを置いていますが、もうちょっとサブベース低い音にターゲットをします。そしてそこを強調していきます。
バイパス。はい、グルー感が出てきましたね。もう少し上の方をちょっと突き上げます。この状態でバイパス。はい、存在感が全然変わってきました。ここがベースの角というかエッジの部分をかなり強調できます。それもイコライザーをつくのではありません。倍音成分を上げるって感じです。はい、ここ思いっきり削ります。上げていきます。はい、ちょっとボリュームが上がってしまってますのでちょっと落とします。はい、良くなってきました。一回ベース全部バイパスします。入れます。もう少しコンプレッサーを効かせます。リミッターゲインとなってますがここをつきます。はい、リダクションしてきましたね。ここのオレンジのメーターです。はい、少しアウトが上がりましたので落とします。バイパス。はい、とっても良くなりました。この良くなったの分かりますでしょうか。アナログ感が出てきました。じゃあこれをマスターにもかけます。マスターは4デシほど上げるためにプリセットを使います。はい、全体で聞いていただきます。バイパスします。この時点であと3デシベルほどヘッドルームがあります。ここに冒頭で話していましたプレーメンというのを入れてみます。
このサーチュレーションの威力を見てください。ここでライナーフェイズとしているとですね、各クロスオーバーの周波数帯がですね、とても分かれたような形で音が聞こえます。そしてこのソフトは上をアナログとすると、クロスオーバー感が重なったようにひっついてと言ったらいいんでしょうか。完全分離するというイメージ以上にずっと馴染んでくるという感じがします。まずはライナーで聞いていただきます。周波数をここで変えれます。はい、このソフトは一つ一つのセクションをソロにしたりして聞くことができます。二つ目のバンドのところだけソロにしてみましょう。こうして音作りができます。ちょっと原因をつきます。ここにアナログモデルのいろんなパターンがあります。5つあります。変えていきます。はい、このアメリカンはちょっとくっきりします。はい、このドイツというのは、まあ、ドイツの有名なアナログコンソールメーカーです。はい、そしてマグネティック、これはテープのような感じに仕上がります。はい、クリップはちょっとクリップするぐらいパンチになります。低音が欲しい人はこのパンチがとってもいいですね。はい、ちょっと声がしゃがれた感じになっています。ハイが僕はきついなという感じがしますので、ここで少し抑えていきます。アナログモデルでやってみます。はい、アナログモードでやるとグルー感がとっても出てきますが、せっかくなのでここにさらにグルー感を出していきたいと思います。シャドウヒルズの超有名なプラグインですね。これは微妙にしかわからないと思いますが、やはり100万円以上もする実機のエミュレーションなので、とってもまとまりよくなります。バイパス、はい、ちょっと僕の好みですが、低音がブイブイ言い過ぎという時です。そういう時に先ほどの帯域別でサーチュレーションがかけれるソフトというのは音作りがとってもしやすいです。このコンプでそんなことをやろうと思ったら簡単にはいきませんが、プレイメン、これを使うとですね、今僕が気になっているという低域はかなりうまく処理できます。ふわふわ
ょっと高音が足りないですね。はい、もう少し今ライドでリズムを刻んでいるんですけれども、そのライドを上げたいと思います。次は声がちょっと軽い感じがしますので、この声をもう少しハスキーから柔らかい方向に持っていきます。はい、マスタリングエフェクトを全部切ります。どうでしたでしょうか。プラグインの使い方の基本は、まず音自身を色付けでできない部分、例えば EQ であったり元のダイナミクスなどを調整できるようなプリコンプと言えばいいと思うんですけれども、まずは整えてカラーを作っていくのはその後です。カラーと言えばいいのか、サウンドデザインと言えばいいのか、言葉はいろいろあると思うんですけれども、このように作っていけばあまりきらびやかすぎないで、あったかみのある仕上げができるんではないか、今日はそんなご提案をしてみました。また今後とも皆さんと一緒にサウンド作りを研究していきたいと思います。村長スタジオでした。